していたロローーママ教皇。本名はジャコモ・ササベベリ。リ貴族サベリ家の出身で、聖職とは縁がなかった。二人の息子がおり、一人はウルビーの市長に就任、もう一人はローマ元老院議員になっている。聖職者への道を進むのは、妻の死後であり、パリ大学で学び、シャロン・アン・シャンパー入試教座制度参事会員に就任。 イングランドのノリジ教区を割り当てられたが、認知へおもむくことはなかった。ここまでの経過はクレメンス4世と似通っている。1261年、ウルバヌス4世から、女債数奇教に任命、クレメンス4世死後のコンクラーベで、グレゴリウス10世を選任した6人の数奇教の一人で、ある。ハドリアヌス5世の知性では、ローマオールドルフ1世の神聖ローマ、 皇帝戴冠式の日取りの折衝を取り行ったが、ハドリアヌス5世が急死、決定されないままに終わった。ニコラウス3世とマルティヌス4世の戴冠式で、強行感を与える役目を追っていた。マルティヌス4世が1285年3月28日に、ペルージャで没するとコンクラーベが開かれたが、わずか5日の4月2日で、ジャコモが強行ホノリウス4世に選出された。 しかし、彼は、老齢で痛風に侵されていたため、ほとんど立ち上がれなくなっていた。マルティヌス4世は、ナポリオー、シャルルダン中の区靴で、彼の意に沿う政策しか実施しなかったが、ホノリウス4世も同じく、安住シチリア家寄りの態度をとり、シチリア王位も兼ねたアラゴン王家のバルセロナ家と、対立した。シチリアの番頭事件でシャルルは、 シチリアを失い、アラゴン王ペドロ3世に奪われたが、脱会のためにマルティヌス4世と老いのフランス王、フィリップ3世を巻き込んでまで、ペドロ3世と戦ったものの、シチリアを奪還できないまま1285年1月に没した。彼を支援した、マルティヌス4世、フィリップ3世も、同年3月と10月に死去、ペドロ3世も11月に死去してアラゴンは、 長男のアルフォンソ3世が、シチリアは、次男のハイメが、相続1284年に、アラゴン側に捕らえられた、カルロ2世が、シチリアの完全放棄を条件に釈放されたが、ホノリウス4世はこれを認めずハイメを破門、バルセロナ家との関係は悪化したままであった。イングランド王エドワード1世の尽力で、アルフォンソ3世との和平交渉が始まったが、 結論の出ないままホノリウス4世が死去。最終的にシチリア問題に決着がつくのはバルセロナ家とアンジュー家が隕石関係を結ぶ1290年代になる。他にはパリ大学に援助を行ったことと1285年にイルハン朝の第四代ハンアル軍の書簡がローマに届けられたことが知られている。 内容は共同で、イスラム教徒だとを提案したものだったが、ホノリウス4世は、なすところのないまま死去。この課題は次のニコラウス4世に託されることになる。ありがとうございます。